はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、試食会動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあね、かれこれ3ヶ月ぐらいで何回ぐらい歯医者に行ったでしょうかね。まあ記憶の中では7回行っております。4週間連続というね、怒涛の月曜日がね、僕にはね存在したことがあるので、あの月はほんまにね大変でしたね。そして2週間ぶりに歯医者ですわ、今日はね。で今日でね、今年になって8回目でございます。4月の頭で8回と聞けば、そんなに多くはないとね思われてもしゃあないんですけども、まあ、その間にもね、内科も眼科も行ってるんで、まあ、僕的にはね、まあまあな回数を通ってます。まあ、同じ病院でよかったなってね思ってますけどもね、まあ、そんな何回も行かなあかんぐらいね、白血病という病気のね治療の関係で虫歯になりやすいというね合併症を患ってしまってます。現在虫歯だらけのね、穴ぼこだらけでございますもんでね、まあ、以前も言いましたけども、虫歯をね合併症と言ってもねいいのかどうかはね分かりませんけども、まあ、ちょっとだけその話をねしますね。白血病や悪性リンパ腫などのね、血液のがんと言われている病気をするとですね、治療のために抗がん剤放射線照射をします。抗がん剤や放射線照射でね、血液細胞のがん化してしまったね、がん細胞をね死滅させます。そして死滅を確認するにはね、その時点での血液中のね、がん細胞の数を数えるんですけども、ある一定の数値以下になる寛解というね状態になることをね目的にして、そういった抗がん剤や放射線照射をします。しかしね、血液中のがん細胞というのがね、また性格が悪くてですね、本来ならば役目を終えた正常のね、赤血球や白血球やね、血小板やリンパ球といったね、血液細胞というのはですね、一度はいなくなってまたね生まれ変わって、大体一定の量でね保たれて体にね機能してくれるんですけども、その性格の悪いがん細胞というのはですね、何の役にも立てずですね、時間が経ってもねなくなりません。そしてなくなりもせずにずっと居座り続けて、細胞なのでね、細胞分裂をね繰り返しよってね、どんどん増殖するんですわ。そしてね、そんなね細胞分裂をね繰り返した血液細胞のね、がん細胞というのはですね、体の中でね、先ほども言いましたけど増え続けまして、正常なね血液細胞である赤血球や白血球、血小板やリンパ球がね、ちゃんとした目的を果たす場所がなくなってきて、機能しなくなってしまいます。そんな状態ではね、命に関わりますので、すぐにね緊急入院をして、抗がん剤やね放射線照射といったね治療をするんですけども、そしてね、先ほども言いました、一定の量、こう一定の量以下になる寛解というその状態を維持して、その状態を確認するためにね、その時のねがん細胞の数を数えます。そしてその寛解の状態を長い時間かけて維持していくために、何度も何度も抗がん剤を繰り返し行います。1回のね抗がん剤でですよ、寛解の状態に入って維持できる患者さんもいれば、まあ何回もね抗がん剤をしなければいけない患者さんもいます。そしてその抗がん剤放射線照射でのね治療で、がん細胞を死滅しきれない状態が続いて回復が見込まれない場合はですね、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植というね、造血幹細胞移植というのをね、する場合があります。そしてその移植の際に伴う移植変態縮視病、まあ、GVHD というんですけども、まあ、体のね、至るところにね、障害が伴う合併症なんですけども、まあ、分かりやすく言うところのね、副作用が起こります。その副作用を抑えるために、免疫抑制剤ね、ステロイドをね、飲みます。そのステロイドやね、免疫抑制剤というのはですね、骨髄移植をした際にドナーさんからもらった健康なね、骨髄細胞と、もともとその体の中にある骨髄細胞がね、激しくぶつかり合うのをね、抑えてくる薬なんですよ。ほんでまたその免疫抑制剤やステロイドっていうのはですね、これがまた厄介でですね、硬いものを柔らかくしてしまう性質を持っているんですよ。でそのね、影響はね、骨と歯にね、影響が出たりして、骨粗鬆症やね、大腿骨頭壊死というね、大腿骨の骨とね、骨盤をつないでる、大腿骨って太ももの骨なんですけども、太ももの一番上のね、太い骨なんですけども、そこの骨と骨盤をつないでいるこの骨がね、こうなってるんですけども、これが大腿骨だったらね、ここのこの骨の部分が、
壊死してしまう病気になったりとか、まあ、今の僕のようにですね、歯が柔らかくなって溶けやすくなっていて虫歯になりやすかったりとか、病気する前にね治療してたあの歯の、ね、詰め物がポロッと取れてきたりします。そんな状態がね年末から続いたんですよ。ほんでおかしいなと思い出してからその歯科の先生にね現状を報告してですよ、問診、視診、触診というね段階を踏んで地獄の治療が始まりました。まあ時にはね麻酔が効かなさすぎてもう一回麻酔をしてもらったりとか、今日もまだ削られるんかなーなんてね思ってたら見せるだけの点検で終わったりとかっていうね、なんか拍子抜けの日もありましたけども、果たしてね今回はね、まあ今日はねどんな日になるんでしょうかね、まだわからないですけども、まあ予定では虫歯の治療をね進めていくだけなんですけども、まあ先週のその本番にちょうど1週間前かメインであるその虫歯ね、メインってまあおかしな言い回し方なんですけども、そのメインの虫歯である一番穴ぼこが深いこっちのね左奥歯にね詰めてたね、仮蓋っていうやつと、その仮の蓋ね、仮蓋っていうやつとその中に詰めてた綿がね取れてしまったので、そこの修復で今日は終わりそうな気がしてなりません。まあ、予定ではね左奥歯以外の虫歯の治療をね進めていってもらいたいんです。まあ、左奥歯はねもう神経を抜いてもらってるんで一個も痛くないんですわ。だからね他の痛くで染みるところをね治療してほしいわけです。じゃないとねいつまでたってもね野菜スムージーという名のね流動食からね抜け出せませんので、今そんな歯たちが痛すぎてのね流動食なので、まあ、ぶっちゃけ食べた気がしなくて毎日めっちゃ辛いです。まあ、ぶっちゃけね食べた気がしなくてね毎日めっちゃ辛いんですよ。まあ、本音を言うとね正直毎日ねひもじいんです。まあ、でもこれもね歯に詰まらないようにするためと、この体重をね減らしてね血液の結果に期待するためなので、まあ、しばらくは我慢です。まあ、そんな感じでねもう今日は時間なので行ってきます。今日は以上です。最後まで見ていきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。